どうも皆さん、こんにちは。高橋涼介をやらせていただきます小安武人です。あ、どうもこんにちは。高橋圭介をやらせていただいてます、関智一です。だいぶ今回絵的にパワーアップしてますからね。お兄ちゃんどうなんですか。お兄ちゃんはですね、はい、今回まあ皆さんご存知の方はいらっしゃるかと思いますけども、はい、プロジェクト D という、はい、発動するというお話をちょこっとね、はい、こう頭の方から作っていって物語が、あれひょっとしたら凌介とバトルするみたいな感じのものね、はい、物語が進んでいって、はい、果てさてどうなるか、どうなるか、まあ、そこはね、劇場へわざわざこう足を運んで行ってくださる方のために ね、あんまり言わないようにした方がいいかなと思うんですけど、はい、まあ多くは語りませんが、凌介に今回は、不幸が何の不幸があるっていうのは何もない不幸な僕たちは割とそんなに車に詳しくないんですよ、実は。そうです、うん、車乗ってるんですけど、はい、両方とも、はい、乗ってますけど、そんなに詳しくない道具としか思ってないんですもんね。うん、僕たちが見ても単純に面白い映画っていうふうに、はい、なってると思うんですね、はい、それがやっぱりね、今回の、まあ、見どころといえば見どころかな。そうですね、うん、はい、素晴らしい映画なんで、はい、ぜひとも高橋兄弟は見に来てください。はい、劇場に。もうトーンって言うな死ぬ死ぬ